このディスクを自在に操るとんでもない男を我々は発見した。フライングディスクを持つこの男が向こう側に見えているバスケットゴールめがけてディスクを放り投げると、なんと入った。僕らの間にどんなことがあっても絶対にパスを通すことができるんだ。絶対にパスを通す、そう語るのはアルティメット界のファンタジスタ、ブロディ・スミス25歳。能力は世界でもトップレベルだと思う。世界最強のパス能力。今はオフシーズンのため自宅近くのゴルフ場などでトレーニングをしているのだが、そこでとんでもないものを見せてくれた。ディスクを手にすると突然遠くへ投げた。まさか。すると嘘でしょ、なんと戻ってきた。これは正確なディスクコントロールがあってこそ。どういうこと。普通に戻ってきた。嘘でしょ。まさに神業。こんなことができるのも常にディスクを触ることで繊細なコントロールを維持しているからなんだ。パフォーマンスタイム。やってきたのはビーチバレーのコート。そのコーナーにゴミ箱を置いてみた。男はコートの外からこれを狙う。果たして。ハンマースローで難なく放り込んだ。さらに難易度を上げて高い網の裏にゴミ箱を置いた。かなり高いですね。かなり大きな障害物だが、果たして。角度が、角度が、あ、横か。うわすごい。バックハンドスローで大きなカーブがかかったディスクはゴミ箱の中へ。ではゴミ箱よりも小さいバスケットボールだったらどうなるのか。センターラインから狙うと一発だ。わけもない。だが男の実力はこんなものではない。公園の滑り台に登るブロディ、その手にはフライングディスク。画面手前にはバスケットゴール。ブロディはカーブをかけてポールの外側からぶち込むという。果たして。距離ありますよこれ。うわ来た。サイドハンドスローで放たれたディスクは大きな弧を描いてバスケットゴールに吸い込まれた。お見事。そしてこう断言する。僕は絶対に勝つよ。絶対に勝つ。パフォーマンスタイム。登場したのはアメリカンフットボール選手。荒々しいディフェンス力でディスクを奪いにかかる。アメフト選手の向こう側にいるレシーバーにパスを出すことができるのか。果たして。何人いても結果は同じだよ。見事成功。リプレイで見てみると左サイドにノールックパス、見事レシーバーへ。僕らのコンビネーションを崩せるやつなんていないさ。ゴールデンコンビ。Hope you guys enjoyed that Dark Horse trick shot video from Japan. I had a great time on the TV show. And if you actually want to see parts of the competition, click that thumbnail right there, the crazy one with me and my buddy Grant and the world champion Frisbee Dog. No big deal. Just click it and check it out. It's on my vlog channel. If you want to subscribe to that too, I do daily vlogs. You can do whatever you want. All right, I'll see you guys next time. Peace!